第4話部下 C 参上。苦し紛れの嘘に決まってる。貴様を倒せば呪いは解けるはずだ。ほほー、わらわを突きかえ。知らぬぞ、どうなっても。黙れ。すぐに指輪を外してやるからな、シーラ。できるかな、愚か者どもめ。どっちが愚か者か試してやるぜ。てあなに、消えた。危ない危ない。クソ、どうだ、出てこい。ちょっと卑怯よ、あんた。魔女とはもともとそういうものじゃろう。でもこうやって隠れたってことは、あいつを倒せば呪いは解けるってことだよね。ああ、だがどこにいるかわからん。僕魔法でやってみる。探せるかどうかわかんないけど。できるのか。あいつの魔力の流れ、それをたどっていけば、もしかしたら。おい、クリス。静かにして。もう少し、もう少しなんだ。クリス。クリス君、見えた。わかった、あの鏡だ。鏡だと。ほら、壁にかかってるでしょ。強い魔力があそこから出てる。本体はあの中だよ。あのレコジョー。よーし、俺がぶっ壊してやる。てあおぉ、させな。てあアルベルトさん。アルベルト。ちょっと大丈夫ですか。モフェウス様、万歳。ブカシーよ、鏡をわらわを守るのじゃ。お任せください、モフェウス様。アルベルトさんが魔女の手先になっちゃった。そんな。かー、偉そうな口聞いてた割にこれかよ、ダセー。誰がダサいんじゃ。ムシムシ、やっぱ最後に活躍するのはこの俺だな。よし、クリス、魔法でアルベルトを押さえつけろ。俺が鏡を叩き割る。行くぞ。ジュオーン。アルベルトさん、ごめんなさい。さすか、せっかくだ。ブカディ参上。我々が来たからには、モフェウス様には指一本触れさせはしないぞ。その通りだ。どうしよう。どうしようったって。さあ、パーティーさん、シーラさん、覚悟してくださいね。クリス君、よしなさいよ。それじゃチケルト。無茶だよ。で防御したんです。僕これから魔女とアレフ君たちの気をそらしますから、その隙に鏡を割ってください。お願いします。わかった。こら、ブカイ、何をしている。何でもありません。じゃあ行きますよ。あ、モフェウス様。なんだ。ルーンバレット。よくも、ああ、うん。
一体どうだモヘス、貴様の相手はこのアルベルトだ。おいおい、よかったなシーラ、これで全て解決だ。え、ありがとう、みんなのおかげね。本当にそうよ、感謝しなさいね、マリア、メロディ。だってマリアは悪くないもん、この魔女が。冗談よ冗談、もう言ってば。そうですよ、呪いにかけられた他の人たちも元に戻ったみたいだしね。許してくれるの？もちろん。ほらほら、やめなさいってば、メロディ。下がったいって。おい、あなたたち。あ、アルベルト、何か分かったのか？ああ、今教会を全部調べてきたんだが、あの魔女、大昔からここに封印されていたらしい。封印？地下の墓場に封印の棺があった。どうやら誰かがその蓋を開けてしまったようだ。ギチョビーン。おい、マリア、今のギチョビーンって何？怪しい。ねえメロディ、なんか知らない？にゃ、メロディは何も知らないです。本当に？本当ですよ。マリアちゃんが魔女を調べるんだとか言って石の蓋を開けたことなんか全然知りません。バカ。そうなんだ。なるほどなるほど。結局お前が悪いんじゃないか。結局これだもんな。コールソン、誰が何と言おうとアレフ・コールソン、小安武彦、いつもがっつん元気なパティ・ソウル、長澤美希、近年ボケになってしまいましたクリストファー・クロス、南尾美です。アルベルト・コーレイン、デブの沖合亮太郎です。ふにゅー、メロディー・シンクレア、石原久美子、ナナッタ。部下 B じゃなくてマリア・ショート、丹下さくらです。ほらみんなどいてどいて。マジモフエース、吉田里香子です。時系団員、加藤雅也、同じく松田丈博、そして私シーラ・シェフィールドこと氷上京子でした。それではまたお会いしましょう。さようなら。